メジャーリーグでプレーした初の黒人選手となったジャッキー・ロビンソン。彼のつけていた背番号42は全球団の永久欠番となっている。この一覧はメジャーリーグのナショナルリーグ西地区に所属するロサンゼルス・ドジャースの年度別成績一覧である。レギュラーシーズンの成績とともにポストシーズンの成績、歴代監督、観客動員数を年度別に上げた。 なお、レギュラーシーズン及びポーストシーズンの主要タイトル、受賞者を以下に示す。ロサンゼルス・ドジャースは1884年、ブルックリン・アトランティックスとして、アメリカン・アソシエーションに加入。グレース、ブライド・グルームスとチーム名を変える。1890年、ナショナル・リーグに加入。その後も、グルームス、スーパー・バス、トロリー・ドジャースと名を変え。 1913年に一度はドジャースとなったが、ウィルバート・ロビンソンの監督就任に伴いチームはロビンスと名乗る。1932年、ロビンソン解任により、ブルックリン・ドジャースになった。1958年、ブルックリンからロサンゼルスに移転現在のロサンゼルス・ドジャースとなった。現在までのワールドシリーズ優勝は6回。 1955年に初優勝を果たし、1988年の優勝を最後にワールドシリーズ優勝から遠ざかっている。現在までリーグ優勝23回、地区優勝17回、ワイルドカード2回の成績を残している。判例、ありがとうございます。